ハンガリーワインは中央ヨーロッパのハンガリーで生産されるワイン。その歴史はハンガリー王国まで遡る。ハンガリー国外でよく知られているハンガリーワインは白のデザートワインである都会と赤ワインのエグリピカベールである。ハンガリー語でワインを意味するボルは東洋語原ギリ,リシャ語、バスク語、ハンガリー語の3つの欧州言語のみがワインを表す単語がラテン語から派生していない。 ローマ人がパンロニアに最初にブドウを持ち込み、5世紀にはハンガリーに多くのブドウ農園があったことが記録されている。896年のマジャル人の侵入後、大主張アールパードは彼の老頭に都会のワイン農園を与えてその老に報いた。その後何世紀にもわたって新しいブドウ品種がイタリアやフランスからもたらされた。ほとんどの生産品種は白ワインだった。 ツバエゲルトの便16世紀初頭にオスマン帝国のスレーマン一世が侵攻した際、セルビア人によって赤ブドウのカダルカダネがエゲルにもたらされた。この古い品種は1552年のエゲル、要塞包囲戦でエゲルの守備隊を鼓舞したワインに使われた秘密の原料として知られるようになり、後に大牛の地と称する強い赤ワインのブレンド原料として使われるようになった。 また、トルコの占領時代、都会地方は寄付を促進するおそつまみのデザートワインの産地として知られるようになった。都会アスーは1571年の文書に記載があり、フランスのルイ14世がビノムレグム、レックスビノーラムと評したことで有名になった。オスマン帝国は1699年にオーストリアにハンガリーを割上した後、 ブラウアーポルトギーザーのようなブドウ品種の導入により、ゲルマンの影響が感じられるようになった。その影響はまた1730年に、都会の地において、世界で初めて始められた、土壌、包囲、寄付の変更性に基づく、ブドウ畑の格付け区分にも現れた。1882年より、フィローキセラの大量発生がハンガリーを激しく襲い、 エゲルの伝統的なブドウ栽培法や都会の多くのブドウ品種が赤ワイン地区ではブラウフレンキッシュやボルドーンの品種の都会ではフルミントやマスカット、ハーシュレベリの品種の単一栽培へと置き換えられていった。20世紀に入り共産主義政権下においては品質よりも過剰生産、殺菌、工業生産が優先されカダルカよりも成長しやすく栽培が容易なつ。 バイゲルトのような近代武道品種の導入が見られた。1989年より伝統的な品種や世界遺産に選定された都会のワイン産地の歴史的文化的景観に代表される新たな投資に関心が集まっている。ハンガリーの22のワイン生産地域、1ショプロン、2ナジショムロウ、3ザラ、4バラトンコーチ、5バダチョニー。 6バラトンフューレドーチョパク、7バラトンボグラー、8パンノンハルマ、9モール、10エティックブダ、11ニスメイ、12トルナ、13セクサールド、14ペーチ、15ビラーニー、16ハヨシュ、バヤ、17クンシャーク、18チョングラード、19マートラーリャ、20エゲル、21ブッカリャ、22都会ワイン生産地域の公式なリストは、 症例によって定義されている。最新のリストでは22のワイン地域が登録され、一般的に5から7の大地域に分類される。この地域の主要品種はベルシュリンスリング。様々な品種があるが主に若くて軽いワインが多い。ハンガリー北東部のブドウ農園のブドウ都会のワイン農園都会ワイン地域の最初の存諾レベルのフルミントドライワインハンガリーで最も有名な ワイン産地は最北部に位置するゼンプレエン山脈のふもとにあるが実際のところ伝統的な生産地域は現スロバキアの南東地域にまたがっているこの地域はボドログ川からもたらされる長く暖かい秋と霧によって寄付を生じる完璧な条件を生み出すことで注目されているこの条件はこの地域が有名になった灰色カビに感染したブドウを生成するのに貢献している これらは11月中旬まで待ってここにプットニュと呼ばれる背負いカゴに摘み取られ、ペースト状に粉砕される。これらの様々な量の朝ペーストは朝でない、ムストに加えられたり、フルミント、ハーシュレベリ、ミュスカブランアプティグラン、クベースルー、ゼータ等の品種を混合して作られたワインに加えられて発酵される。その結果得られたワインは、 柔らかい火山制御海岸に掘られた迷宮のようなワインセラーで、その壁は分厚いカビのブランケットが湿度を調整しながら、比較的小さい樽で熟成される。寄付朝ができるヴィンテージな条件はおよそ10年に3回程度しか与えられないことから、多くのフルミントのドライワインが製造されている。この地域で栽培される他のドウ品種は、ハーシュレベリ、ミュスカ、ブラン、クベースルー、 ゼータである。何世紀にもわたって、この地域の主要製品は、スイートワインであり、主に灰色カビの選択であった。2000年のユラグヤの単一農園栽培の、選択がエストボンセプシーによって導入された時、フルミントのドライワインは、世界のワイン愛好家や、専門家の注目を集めた。このワインは、以前のブルゴーニュやモーゼルのような歴史ある。 生産地域の最高級のワインでしか味わえなかったような豊富なミネラル、複雑さ、骨格を表現した。熟成に関する可能性も有望であった。2003年にはマード村の多くの生産者が単一農園、栽培されたフルミントのドライワインを生産し、大きな成功を収めた。約1200ヘクタールのマード村は高品質な コミューンレベルのフルミントのドライワインを相当量、生産する機会を得ることができ、この地域のユニークな火山性地形を表現することが、できるこのワインは、後にアペラシオンマットと名付けられて、ゼント・タマッシュワイナリーのエストボン・セプシー・ジュニアによって生産されている。ハーシュレベリ・ダネ・ハンガリー固有のブドウ品種として、知られている品種、ハンガリー発祥の可能性のあるブドウの他の品種、 ありがとうございます。